チームリーダー棚橋宏、ニュージャパンバンガード部。棚橋選手、はい、8.14 のリサーゼンスご出場されるんですよね。そうですね、なかなか海外行けなかったんですけども、2020年の2月以来なので1年半ぶりに海外で試合行ってきます。いや、久しぶりにね、海外のファンとも会えてね、いいですね。棚橋宏参戦、ヴァンガードオーバードレスプレゼンツ、 8.14 リサージェンスインロサンゼルス。今ヴァンガードも実は英語版、しかも特にアメリカがめちゃくちゃ人気で、あ、来てんすね。そうなんです、そういう意味でもご縁を感じるなっていうところありますね。なるほど、タイミングがこうガチッとあったわけですね。あ、待ってますね。海外でのね、興行再開、そしてそのヴァンガードのね、海外進出というか、はい、向こうでのね、この高評価というか、はい、そこでエースがアメリカでね、あの行った際には LA 道場にもね、こう、はいはい、若い選手いっぱいいるんで、部長としてあの広めてきますよ。あ、それめちゃくちゃ心強いし嬉しいです、はい、もう広めてくるというか、もう強制的にやれというなんかね、圧かけてきますよ。カードファイトニュージャパンバンガード部 in USA、 続報を待て。スタンドアップヴァンガード。